まとめにこんにちは本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介しますポイントプレゼントのお知らせですまずはじめに詐欺メールの内容を紹介しますその後詐欺メールの中のリンクをクリックしたらどうなるかを試してみますこちらがですね詐欺メールです、えー、マイナポイント事務局から来てまして 件名はポイントプレゼントのお知らせです。内容ですけれども、今回の加算ポイントマイナポイント2万ポイント、今回の加算ポイント有効期限、2023年9月31日までですね。そして注意事項とポイントについてのよくあるご質問が書いてあって、マイナポイントの申し込み方法です。応募専用サイトにアクセスし、応募書類を記入。 マイナポイントの申し込みをしよう。2万円分のマイナポイントを取得して使おう。ポイントはマイページよりご確認いただけますとなっていましてこちらですね画像が表示されてないんですけどもリンクになっていますではですねこちらのリンクをクリックしたらどうなるかを試してみますリンクをクリックするとですね4ビット You don't have permission to access on this server 5と出て、アクセスが禁止されているようです。以上です。いかがでしたでしょうか。今回の詐欺メールの件名は、ポイントプレゼントのお知らせです。今回はマイナポイントに関連した詐欺メールです。現在、詐欺メールのリンク先はアクセスできないようになっているようですが、 今後アクセスできるようになる可能性もあります。ですので注意が必要です。マイナポイントに関してポイント申請を促すようなメールが来るのはおかしいです。こういうメールは詐欺メールです。ですので、このようなメールが来た場合は無視しましょう。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。